イメラジオ第四千三百五十一回。今日は令和四年十二月六日火曜日です。時刻は午前九時半。横川空港。街が雨に白く煙るそんな朝となりました。今日はなんとオンラインの授業が六個もありますから。 日中そして夕方は放送できないかもしれないのですが朝に放送しておきましょう回です今回は「バッシングに関する秋篠宮殿下見解」こんなタイトルでお話ししましょう。バッシングに関する秋篠宮殿下見解 ちょうど眞子さんの小室くんとの結婚話が持ち上がる頃からこの眞子さんそして小室くんへのバッシングが徐々に広がっていきひいては秋篠宮家がそもそも堕落しているんだというそういう報道へとつながっていきましたいわゆる秋篠宮家バッシングです。 このバッシングは週刊誌報道から始まり今ではこの YouTube でも参見されるそういう話題となってきました昨年の記者会見でも秋篠宮殿下はこれに関してつまり皇室バッシング秋篠宮バッシングに関して何かしら基準を設けて 反論しななきゃいけないといけとうお話でしたその後宮内庁からウェブサイトを立ち上げてそして皇室に対するあまりにひどい誹謗中傷に対しては正確な情報そして反論をしていくという発表が今年ありましたね。そして今回のの殿下の ご,発言ご自分でもそのバッシングの記事をお読みになったとか自分のことは自分が一番よく知っているとその自分が見てそのバッシングの記事を読んでみて一体どういう基準が適当なんだろうかと考えてみたそうお話しされていますね。 で実際お読みになったらしいんですけど恐れ多いことに。けれどその何て言うかあの基準を設けるのはやはり難しいっていうこんなことをおっしゃってましたね。それは確かにこういうことを言っちゃいけませんとかこういうことは良くないですとかそれを皇室の立場でまたは宮内庁のホームページから言うことはできない。それはあの表現の自の自自由由言論に あの抵触しますもう言論弾圧になっちゃうわけですよですから事実上あの反論できないということなんでしょうね。後続の方々はははご自身でで何を言われても反論はできなあそれをいいことに例えば週刊誌で例えば YouTube でもうあることないこと ね、しゃべりまくるっていうそしてそれを喜んで消費している人がいるっていうんだからまあこれはどういうことなんだろう。で高校生になられた悠仁さまこの悠仁さまに関してもまあいろいろな経験を積んでほしいと。でそのすぐ上の 佳子さまに関しては結婚の話なんかまだないそしてその上の眞子さまに関してはあまり人前で自分のことは言わないでくれと言われておりますのでここでは差し控えますとのことですからあのニューヨークの眞子さんとその秋篠宮のお家との間ではコミュニケーションは取れているようですね。けれどそれどそを 殿下の方からこういう記者会見等でお話しされるとそれでまたあることないこと言われてしまうとだから完全に皇室秋篠宮家としてももうこの日本社会全体に対してガードしてるんだね当然ですよ暴れにもひどいことをやりすぎてる思いませんかリスナーの皆さん暴れにもひどいことやってませんか 日本の社会で秋篠宮家に対して自分たちの家がそんなことやられたらどうすんだみたいなことをしかも喜んでそれを聞いたり見たりしてるしかも保守みたいに名乗ってるようなそんな者たちがひどい話ですよ。ですから秋篠宮殿下今回の記者会見でも,もうお 表情が、お、硬くて、もう。それこそガードしてる。してらっしゃるっていうのが、もうわかる。それは日本社会がそうしてるんですよ。マック様のあの報道なんですか。小室君へのあの報道。あれ、尋常なものでしたか。もうみんな。いいことがあって、一緒に喜ぼうなんか思わない。あることないこと、でっち上げて。 そして落としめて喜ぶとまあこれが令和の今日本人の皇室に対する態度なんですよですからあのもう反日なのは日本共産党だけじゃないん立憲民主党や社会民主党だっけああいうとこだけじゃないんもう日本人の中にもうルサンチマ渦巻いていて それは攻撃しやすく、そして何も言ってこないサンドバックみたいな。そういう後続型に向かっているわけですね。秋篠宮殿下の今回の見解。つまり一言で言えば、バッシングされても。やっぱり何もできそうにありませんねっていうのをため息混じりにお話しされたっていう。そういうこと。やめるべきですよ。 そしてああいうもののををああいうつまらぬ情報を消費するるももやめるべきだもちろんイメジオでこんなふうに吠えたところでまあ影響力は限定的ではありますがそれでもリスナーの皆さんで熱心に聞いてくださるっていう方々もいらっしゃいますよねそのお方々から「そうやな」と「秋篠宮家にあまりにもひどいバッシングやってるぞ」と。 別に皇族に対して皇室に対して自分はそれほど思い入れないけどこんな一つの家に対して攻撃していいのかと誹謗中傷していいのかとしかも証拠もろくにないようなことをとそう思いになられる方はそれをやっぱりご自身の立場で少しずつお披露目になってほしいと思いますね。もちろん日本人全体がねもう天皇制なんかどうだっていいと。 こんなもんがあったから先の大東亜戦争で日本人がひどい目に遭ったんだとあの戦争を思い出せとあの天皇陛下万歳ってあれ何なんだと全部入り口じゃないか特攻隊員だってかわいそうに洗脳されたものであの者たちは結局高、ね、騰の犠牲になったんだぐらい思ってるんだったらそれは勝手にしたらいいと思いますそれはねだったらもうこんな高騰なくなったっていいじゃないかといやめちまえと。 日本共産党はこれですよねそう思うならそれはそれでもうそのお方の一つの自由な思想なんですけどもしそう思ってないんならやっぱり日本に皇統があった方がいいよねとこの皇統があることによって日本社会に一つの芯が入ってるよねとこれはもう歴史的にずっと続いてきたものだからその時間性というここにおいてもう 単に比類なき価値を持つんだもしそんなふうに思うんだったらそして私はこれこそがまあ星の考え方かなと思っているのですがもしそうならばやめるべきですね今のような誹謗中傷は是非リスナーの皆さんもああそうかなとそんな気もするなと思いになる時には少しずつご自分の周りでやっぱりああいう誹謗中傷良くないねとああいうものを見たり聞いたりするのをそもそもやめようね という、そういうふうに広げていかれたらなと思いますね。イメラジオ。四千三百五十回。今回はバッシングに関する秋篠宮殿下見解。ありがとうございました。